はい、どうも、おはようございます。トーブです。テンション。はい、というわけで本日は、2019年6月の22日に発売予定のストラクチャーデッキ、リボルバー、こちらに収録されます。はい。もうバレルロード、うん、はい、とかバレット、を使用するデッキを、ご用意してきましたので、こちらの方で遊んでみようじゃないかと。はい、というので、まあ、はい、新規、どういう動きするのかなっていうのを主に見せれればな、はい、っていうので、遊んでいこうと思います。はい、これで僕は、もちろん、そのストラクチャーデッキ、リボルバーを、使ったデッキ。はい。で、こっちがストラマグレーション。OK、ストラク対決だ。あ、ストラクまあまあまあ。じゃあやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。うん、バレルはね、昔から好きで集めてたんだけど、前組んだ時にちょっと弱いっつっちゃったらあれだけど、環境にあんまり合ってないなっていう感じだった。結構バレルロードいっぱい立てれるってわけでもなかったから、うん、ちょっと、もうちょっと新規来るまで待とうと思ってたんだけど、うん、ついに今回ね、ちゃんと立てれるようになったから。来た新規がガチっていう。そうね。よろしくお願いします。じゃんけんポン先行。はい。OK、行くぜ。じゃあ行きます。リブの霊、ビョー。デッキからドラゴン族モンスターを落とせるよ。で、バニラモンスターを落とすと、さらにプライチを落とせまーすっていう感じです。はい、なるほど。これでね、いきなり落としたんですけど、新規、アブソルータードラゴンを墓地に置きます。いきなり落とすの？はい。はい。これ新規ね。はい。どうなの？フィールドにバレットモンスターがいると特殊召喚できます。で、レベル7です。で、守備力2800あります。で、墓地に行った時、これね、フィールドからではないんですよね。墓地に行った時に、デッキから好きなバレットをサーチできます。あえ、何デッキから落ちてもいけるの？はい、墓地に行った時なんで。ああ。これ僕、エマージェンシーコールって書いてある。俺の竜の霊をエマージェンシーコールって書いてある。はい、これで好きなバレット持ってこれるんで、証拠安定でバレットシンクロ持ってきます。うーわ、そういう。こういうことします。こういうことします。ガゼルより凶悪じゃないですか。そうですね。ゲーターウェイドラゴン。はい。すずのかな。はい。そうだ、そうです。はい、どうぞ。手札からドラゴン族モンスターを特殊召喚できるので、はい、これで今サーチしたバレットシンクロ。こちらの方を特殊召喚できます。なるほどね。じゃあ2体のモンスターでシンクロ召喚。はい。レベル5。手牌の2個、イブを、シンクロ召喚します。はい、はい。シンクロ召喚時にできたら、サーチができるので、はい、これで、聖杯、生物の守護竜をサーチしていきます。はい。もうサーチし、もういいや、シャッフしなくていい。どんだけ算数気だ誰か相乗り持ってきてじゃあ生物の守護竜を貼っていきます。発動時に墓地から、ドラゴン族モンスター蘇生ができるので、うん、これで、バレットシンクロンを蘇生していきます。はい。じゃあミコと、シンクロンでリンク召喚していきましょう。あ、リンクなのね。はい、これでみんな大好き、うん、これでみんな大好き、ハリファイバー。ハリファイバー。立てていきます。まあ確かにみんな大好きだよね。いや、だってハリファイバー。はい。ハリファイバーの効果と、今墓地に行ったイブの効果が、起動します。はい。1、2で組んでいきます。はい。イブができたら、聖杯A モンスターを、うん、特殊召喚していきますよ。聖物モンスター？いや、聖杯モンスター。聖杯モンスター？はい。聖杯モンスターを、特殊召喚できるよっていう効果。ハリファイバーが、手札できたら、チューナーを1体特殊召喚できます。はい。じゃあ、1、2なんで、ハリファイバーの効果で、ガードオンフレンベルを特徴があります、はい。イブの効果で、デッキから、うん、聖杯の、守護竜を特徴感していきます。はい。強い。強い。ガンガン出てくるな。手札3枚でここまで来てるか。ねえ。じゃあ、ガードンフレンベル1体で、リンク召喚。強い。これで、エルピーを。エルピー。ああ。聖杯の守護竜をリンク召喚。これで、ピスティを作っていきます。はい、オッケー、聖杯の守護竜を墓地に入れるときに効果があります、はい、自身を除外して、うん、墓地から、バリアルモンスターを取れていきます。で、データが出た。じゃあこことここでリンク召喚します。ああ、まさか出てくるのが出てくるのが、はい、ここで今クソロデリアここにいるのがアガーアガスリバーソフト。あれえこの婦人陣でスリーバーソフト。ここスリーバーソフト行く意味があるんですね。この後はこのじゃあ、ピスティの方が当たってます。はい、どうぞ。こいつは、リンクマーカーが重なってる場合、墓地か、除外されてるモンスターの中から、ドラゴン族モンスター1体を特殊召喚します。はい。これで聖杯の守護竜を特殊召喚していきます。除外されてるね。そうだね。うん、はい。じゃあ、聖杯の守護竜とスリーバーストショットで、リンク召喚。はい。アガーフィーに振っていきます。お、おこれで次のターンもう一回聖杯の守護竜使います。ああ、そういうことか。はい。強いでしょ。なるほどね。で、LP の効果使っていきます。はい、どうぞ。デッキから、ドラゴンズモンスターを特殊召喚できるので、これで、はい、バレットトレーサー、ぶっ壊れチューナー。おーっと、待って。これ、この後で、まあ、効果使うときにできますけど、はい、クソ強いんですよ。はい。
はい、OK です。どうぞ。はい、出していきます。はい。で、聖杯の、聖杯の守護竜、まだ効果使ってないですよね。まあ、そうね。はい、トレーサーを移動させます。はい。で、うん、はい、あの、ヒドのモンスターを移動させる。まあ、それはいいんだけど、はい、移動させる意味っていう。アガーペインの効果がリンクマーカーのが重なったところに出せないんで、これでアガーペインの効果使えるようになります。アガーペインの効果使っていきます。どんどん出てくるよ。これで、バレルロード、フェリアスブロゴンを特殊召喚。何この展開力。こいつエクストラデッカから出せるんで。うん。じゃあ、ここの、守護竜3体で、はい、真の守護竜を出していきます。はあ、真の守護竜。バレルロード、あれドラゴンって守護竜ではない。いや、最強の守護神だから。まあまあまあ。間違ってはいないのか？ん？っていう。はい、で、OK、じゃあ、バレルトレーサーの能力使っていきます。はい。さっきからぶっ壊れぶっ壊れてるけど、うん、自分フィールドの表側表示のカードを選びます。はい。破壊します。デッキから好きなバレットモンスターを特殊召喚します。はい。その後、ターン終了時まで自分は闇属性モンスターしかエクストラデッキから特殊召喚できません。はい。相手ターンでも使えます。相手ターンでも？え、マジか。おぉ。何が強いって、相手ターンでも使えるから、チェーン2以降で打てるんで。あ、俺が発動したサンダーボルトとかにチェーンして打てるから、サンダーボルト破壊して相手の盤面が破壊されて、俺なぜかモンスター一体出てくるんだよ。あれおかしいぞ。じゃあ、生物の守護竜いなくなっていただきます。デッキから、まあ、ここ何でもいいんですけど、マグナパレット出していきましょう。はい。こいつ、チューナーなんだよね。あー。じゃあ、レベル4のチューナーに、レベル4のモンスターをシンクロします。はい。ボスが偉いこと言って。バレルロード、サベージドラゴンを、シンクロ召喚。うわ。サベージドラゴンの効果はそう。はい。墓地の、リンクモンスターを選択して、そいつ装備します。はい。はい。今、スリーバーストショットドラゴンがいてるんで、うん、これ装備していきます。はいはい。で、うん、装備モンスターの攻撃力の半分残点が上がります。うん。で、リンクマーカーの数だけ、こいつにカウンター乗せます。はい。3なんで3つ乗せます。はい。積もります。ああ、だからスリーバースとか。はい。なるほどね。リンク3を消しないと、これ2個までしかもらわないですよ。このマーカーの数だけ、相手の効果を無効にできるんで。はい。はい。おっと。じゃあ、カードを1枚セットして、ターン返してあげます。はーい。いや、すげえ星越えたもん。うん。じゃあ、まず、通常召喚、北斎。どうする？考えまーす。フォックシティ、着地までどうぞ。はい、じゃあ効果発動。チェーンしたいっす。はい、どうぞ。ダメージで無効にしたい。あ、ここで無効にする。はい、で、さらにチェーンしたいっす。はい。クイックレボルバー発動していきたい。はい。デッキから、バレットモンスターを特殊召喚して、エンド時に破壊されます。エンド時に破壊、はい、はい。ここに、じゃあ、マグナバレットを特殊召喚していきます。はい。その効果無効で、カウンター。はい、カウンター1個目立ちます。はい、でもこのボタン使えはい、ね、じゃあフォークス1体でリンク召喚、リンク1、サラマングレード、ベイルリンクス、ベイルリンクス、リンクスどうぞ。そういう効果、はい、がチェーン1で、チェーン2でサラマングレード、モルの効果使ってみたい。モルの効果、OK、着地までどうぞ。じゃあまずモルが特殊召喚されます。はい、で、サラマングレードサンクチュアリ、モルがあれリンクモンスターで特殊召喚ね、うん、はい、で、サラマングレードサンクチュアリをデッキから手札に加えます。はい、で、メールリンクスの効果で今サンクチュアリを使って、はい、で、サンクチュアリ貼ります。貼った時いいですか。どうぞ。フェリアスドラゴンの効果を発動したいです。はい、対象がマグナバレットと、うん、ベイルリンクスかな。うんうん、取ります。あー、とりあえず守れそうにないので、はい、どうぞ。さらに自分でチェーン組みたいんですけど。自分でチェーン組む？はい。はい、ロードフェリアスドラゴンの効果で、こことここ対象に取ります。うん。バレルロードの効果で、こいつ対象に取りたいんです。うん。で、対象に取られたんで、マグナバレットの効果が発動します。そう。バレットモンスターは、リンクモンスターの効果対象に選ばれると、うん、自身を破壊して、うん、何かしらの効果を適用する共通効果を持ってます。で、こいつは何の効果？自身を破壊して、フィールドモンスターを、うん、墓地に送ります。これふざけんな。今、チェーン的には、うん、フェリアス1、うん、ロード2、うん、チェーン3番目のバレットになってます。じゃあ、こっちの盤面に壊滅するってこと？はい。で、これに対して何か打ちますかっていう選択だから、今行くんですけど。あじゃあ、超融合発動。あ、なるほどね。チェーンしてね。チェーンして。まずハンドコストを切ってください。はい。それに対して俺何も打てないんで、うん、で、でっていうね。手札から切るのはファルコ。ファルコ捨てて、トイゴ。トイゴ。
で、対象が、バレルドラゴンと、はい、ここはベイリンクス。OK です。じゃあ、融合されます。現れろ、スマイルスマイラー。スマイラー。で、その後、バレル、マグナバレットの方が処理します。はい。対象バレルダメ破壊します。うん、で、選んで、うん、ランチに送れるんで、これで、こいつ、ん対象取らないこっちじゃなくて。なんでこっち取る意味があるのこっちじゃなくて。いや、さっきこっち取る、これですね、こっち取る空気だったじゃん、今ね。そうですね、まあ取る気だったじゃん、まあ、でかいの来たからこっち取る空気だったじゃん、こっちからこっち取る空気だったじゃん。今のトレードこちら、このカードを破壊する、その後、フィールドのモンスター1体を選んで墓地へ送る、その後か、その後ですね、こっち取る感じだったじゃん選んでなんで、うん、対象あ、でも効果発動できないの、いや、その下のチェーンなんで、あ、発動後じゃない、最終チェーンがこれで、その後にはチェーン組めないで、これを解決したのがこれなんで。長い。え、ということは、効果で。効果で、いや、違うね。うん、効果で、超融合の効果、着地します、はい、こいつの効果処理して破壊されます、はい、墓地で送るカードを選びます、うん、これ。レイドリンクスでも墓地を送るなんで、破壊じゃない。破壊じゃないです。いなくなったね。で、その後バレルロードなんですけど、はい、最初いなくなったんで、爆発します。はい、フェリアスドラゴンの効果なんですけど、処理するんで、ベイビーに破壊したんですけど、いなくなります。いなくなったね。どうぞ。どうしようハンドが今ハンドが2枚。2枚。ちょっと、マジでマジで言ってる、マジで言ってます。フォクシーって、対比効果使おうとしたけど、無効にされたじゃん。使いましたね。それって、防止効果は使える？テキスト見ていくか。いいよ。このカードでの1年の効果は1回につと、いずれか1つしか使用できない。うん、使用できないなんで、うん、発動宣言した時点でもう使ったことになるので無理です。終わった。発動できないだったら、発動無効にされてるんで、もう一回発動って言えるんですけど。終わった。終わった。マジか。ちなみにサベージなんですけど、はい、今まあ両方ともいなくなっちゃったんで、まあ問題はないんですけど、うん、これ狡猾な落とし穴とかダイヤウルフとかでもなって、うん、片方対象がいなかったらもう片方強制的に破壊するんで、ああ、じゃあベイリンクス、まあ、吉村出入り残ってた場合、こっちで融合って言ってたらベイリンクスは破壊されたって、そうですね、うわ、ないわ、あぶねえ、モールだけでも生き残ってよかった、だがモールである、だがモールである、アタックディフェンスゼロである、1体しかいない、1体しかいない、リンク召喚すらできない、マジか、マジか、きつい。3回数とサベージ残ってますからね。そうね、サベージ残ってるんで。これ、割とどうしようもなくね、捨ててたんですよ。エンドジーですか？どうぞ。マグナパレットって今、自身の方が破壊されましたよね。はい、されましたね。こいつが、こいつは破壊されて、墓地のぐらいだったら、エンドフェーズに、はい、デッキからこいつ以外のバレットモンスターを特殊召喚する効果があるんですよ。また出てくるのか。まだ出てきますね。増殖するバレット。これで、はい、エクスプロードバレットドラゴンを特殊召喚します。はい。はい？はいとか言っときながら分かって。じゃあ僕のターンでいきます。はい、どうぞ。どうぞします。モールだけで守りきってやるぜ。クイックリボルバー発動していきたい。はい。デッキからバレットモンスター特殊召喚できるので、これでバレットトレーサーを特殊召喚していきます。はい、どうぞ。すごい。守れるのか、これ。トレーサー1体でリンク召喚します。はい。ストライカードラゴン出していきます。ドライパードロー、はい、新規の V ジャンプのおかげなんですけど、はいはい、ほぼベイルリンクスだと思ってください、ほぼベイルリンクス、着地したんでデッキからフィールドの方をサーチしていきます、うん、あー本当にベイルリンクスだね、これでリボルブートセクターサーチしていきます、はい、じゃあリボルブートセクター発動していきます、はい、はい、ストライカードラゴンの効果発動します、はい、表側表示のモンスター1体と自分の墓地のモンスター1体対象にして、うん、対象のフィールドのモンスターを破壊し対象の墓地のモンスターを手札に加えます、そう、墓地がバレットトレーサー、うん、フィールドが、そうですね、バレルロード、フェリアストロゴンを対象に取ります。フェリアストロゴン、はい、破壊します。はい。じゃあ、トレーサーを回収しますね。はい、回収。わざわざ攻撃力の高いモンスターを、うん、墓地で送る。墓地で送る。はい、じゃあ、リボルブートセクターの効果を使っていきたいです。はい、どうぞ。手札の、バレットモンスターを2体まで、特殊召喚します。ほう。じゃあ、バレットトレーサー、さっき回収したやつと、うん、アレスバレットトレーサー、特殊召喚しておきます。おーおー、はい。はい、はい、で、うん。じゃあ、バレットトレーサーの効果で、
リボルブとセッター高橋さん。ああ、はいはい、はい、でまたさらに特殊召喚、さらに特殊召喚していく。好きね、完璧。はい、じゃあオートバレット出していきます。はい、でなぜかモンスターが4体並んだので、うん、4体どころじゃないですね、6体並んだ。ここでリンク召喚していきます。贅沢贅沢に敵召喚していきます。はい、バレルソードドラゴンもリンク召喚します。あー、ソードか、ソード来るのかね。ソード来ますね。はいはい、で、このままバンジしてもいいんですけど、はい、このさっきわざわざ割ったフェリアスドラゴンって、はいはいはい、覚えてますかね。うまい、はい、覚えてますかね。覚えてますよ。はい、こいつ前回のところで使えなかった方があるの覚えてます。いや、全然墓地にいるこいつを除外すると、はい、うん、墓地にいる闇属性のリンクモンスターを特殊召喚できます。はい、今さっきなんか墓地行ったやつみたいな、いたね。おーいマジかよ、マジだよ、やめろ。オッケー、じゃあ聖杯の守護霊の効果使っていきます。はい、どうぞ。自身を除外して、うん、ガードオブレベルを特殊召喚していきます。はい、水間が先、はい、出す意味っていう感じなんで、まあ後で説明します。オッケー、じゃあ楽しみなバトルフェーズ、この盤面で耐えるぜひどいよね、モルだけだけど耐えるぜ。じゃあエクスプロードバレットドラゴンでモルにパンチ耐えです。オッケー、サラマングレートモンスターが破壊される時ベールリンクスで守るぜ。はい、1回守れるね。ほらオッケー、じゃあサーデージドラゴンでパンチしていきたい。せっかく赤くなるっけ。こいつ装備してるモンスターの攻撃力の半分打点がアップするので、うん、こいつ2400なんで4200ですね。オッケー、じゃあ楽。何それ。戦闘の、モンスターに対象取られた時に、うん、手札から捨てた発動、うん、こいつのアタック分回復です。無効にしていいです。え、無効に、効果を発動した時に無効にするなんで。あ、手札にもダメなの。うん、対象に選択されるこのカードの手札から墓地を送り、その戦闘を行うモンスター2体を対象にして発動できる。そうですね、発動しますね。あ、はいはい、かわいい素材。あー、無効にされたー。どうぞ、無効にされたー。じゃあその後行きます。じゃあトラップカードだ。ほう、バイバイダメージ。何それ。この戦闘でとりあえずこいつは1回破壊されなくなる。破壊されなくなる、うん、で、こっちが受けるダメージは倍になった相手に返るっていう、うん、あー、なるほど、貫通した時とか。そうそうそう、はい、貫通がこいつが攻撃表示だったら倍ダメージ返ってそっちが死ぬっていう。なるほど、はい、まあ、オッケーです。はい、耐えた、耐えてない。じゃあバレルロールでパンチで。あ、はい、あ、はい、あ、はい、死にます。死にます。よく頑張ってみた。よし、これでなんとか耐えるんだよ。はい、バレルソード効果使います。はい、エクスプロードバレットドラゴンを対象にしてそいつ守備表示にして2回攻撃してみるみたいです。対象に取ります。はい、対象に取られたんで、はい、自戒します。はーい、そうだったな。で、対象取られたんで、うん、自身の効果を取します。はい、破壊します。はい、お互い見せなる。まず見せなる。まず見せなる、うん、で、これなんですけど対象に流れて守備用心できてないじゃないですか。うん、だよね、処理するためにいいな、うんうん、これ最低出てて、うん、いなくなっても2回攻撃が適用されます。はぁマジで。マジで公式の最低で出てる。いなくなってんじゃん、守備表示になってねえじゃん。でも適用されるっていう、そういう評価が出てる。あ、そう。おい、今2000ダメージを高めました。今ライフはお互い6000。6000ですね。はい、じゃあ3000で1回殴ります。はい、残り3000です。残り3000ですね。はい、もう1回殴る。ライフで受けるありがとうございます。いやー、マジか、この子強いね。そうですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ちなみに今フレンデルを残したのなんでなって思ったでしょ。ああ、そうそうそう、うん、それで技を召喚したからね。これ今自身の効果で破壊したじゃないですか。うん、っていうと共通効果でエンド時に別のバレットモンスター特殊召喚できる。ああ、はいはいはい。これで万が一なんか、例えばなんだろう、このターン死ななくなるみたいな、あの和睦の下みたいなカード、ああ、万が一撃たれた場合、うん、ターン戻ってなんかまくるカード、まあ今ハンバンバン使ってたら別にあれだったけど、うん、もしそれが残ってて、なんか蘇生するカードとかで、まくられそうになるパターン、ちょっと嫌だなと思ったんで、はい、エンド時に出てくるバレットモンスターをトレーサーにするつもりだったんです。はい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 、はい、トレーサーだと、相手ターンにも打てるんだよ、これ。ああ、で、表のモンスター破壊して。フレンベルを破壊して、デッキから、その時欲しい、うん、マグナとか、うん、モンスターを、メタルとか、そう、モンスターを破壊する、魔法を破壊するってやつにチェンジしたかったんです。なるほどね。展開力がやべえ、墓地やべえそう、あのデッキと比べてみる。はい、っていうような動きでした。はい、まあ、やっぱ使ってる側とすると、うん、大型モンスターが今まで出すドラゴンのバレルロープとか、うん、
サベージか3000だってもね、うん、とかをバンバン立ててて、うん、まあやっぱ使ってる側がちょっと大型いっぱい出してきて楽しい、うん、いや純粋にきついでしょうねでしかもなんかそのバレットモンスターも横に立ててて、なんか要はバレルロードっぽいリボルバーっぽい戦い方が今まで以上にしやすくなったので、うん、すごくちょっと早くストラブ出てくれて、遊びたいなと思ってるんですけど、うん、はい、っていうのでね、まあリボルバー的にまだ組みたかったけど、まあカードプールもだいぶ、まあ、あのクイックリボルブとか再録するらしいんで、集めづらかったとかね、そうね、が再録するらしいんで、まあなんか今までちょっとね、高くて手出さなかったユーザー、うん、あーとかも、この機会にぜひね、組んで遊んでみてはいかがでしょう。で、自力強いんでワンチャン環境次、禁止体験でサラマングレードとか、オルターガイストとかが落ちてくれば、まあ、ワンチャン自力とか他の組み合わせでいけるんじゃないか。で、ドラゴン族なんで言うてね。そうね。うん、他の優秀なドラゴン族のテーマ、まあ、守護竜だったりとか、まあ、いろいろいるんで、うん、レッドアイズとかね、ブルーアイズとかね、いっぱいいるんで、まあ、その辺の組み合わせでも、まあ、なんか新しい周り方とか発見されて環境入れるっていう可能性も十分あるので、まあ、興味がある人はね、ぜひぜひ買って組んでみてください。はい。というわけでですね、こちらのバレット、のストラクチャーデッキ、6月の22日に発売予定になっています。はい。はい、デッキ自体を別個に、多分、この新バージョン、アブソルタドラゴンが積んだバージョンも、上がると思うので、ぜひぜひね、そちらの方も、チェックしてみてください。ついで言うとも、このアブソルトドラゴンが入ってないバージョン、うん、トレーサーを最初に入れた型のバージョンで、なんか回し方とかを、軽く解説してる動画の方も、多分同時に上がると思うので、そちらも合わせて、チェックしてみると。アブソルーター入れるか、それともバレット名称のみで、組んだよね、形を取るか、っていうのはちょっと選択できると思うんで、まあ、興味ある人はね、ぜひ見てみてください。はい。はい、というわけで、お相手はトフト、モモリクでした。それでは、明日の皆さん、お疲れ様です。じゃあ、歴史改正編で会いましょう。はい。あ、お疲れ様です。